どうもお疲れ様です。お前らスマホやめろ。いやちょっとお前エゴサから離れられへん。いやいや。そんなんしたら目悪なるやろお前。もう悪いし。見てください。もう悪い。もう悪いし。俺だけかなあかんわ。目が悪いのに我慢して流してる。確かに。いやだってステージから客見えてないでしょ実際あんまり。バレてますよ。まあ最近ね、まあどこもかしこもみんなスマホと向き合って目が悪くなる速度が年々速くなっていくと、はい、確かに通信ということで、はい、そうなっていくとですね、はい、いつか自分が書いてる文字すら見えなくなってしまうじゃないかという。ああそれはでも実際おじいちゃんとかきつい感じでもう 近くしないと見えへんとか、もうそのね時のために、今回は今から対策するんですか。めっちゃ老後考えてるじゃないですか、はい、今を生きてる人が将来ねマジで見えなくなる可能性あるんで、今回はですねなんと名付けてナスカの地上試験。イエーイ。ナスカの地上試験、はい、そう絵ではないんですね。ナスカさんに許可取りましたそれ。ナスカさんナスカってどこの機関。いや分からない分からない。というわけで今回ですね地上試験に詳しいノエスカにねノエスカノエスカに来ていただいたんで、ちょっと今回のルールを説明していただきたいと思います。今回は2チームに分かれて、はい、同じ試験を解いていただきます。はい、はい、よいよいよ。当然教科は数三です。お前できんのか。お前採点できるか。昨日呼び乗りさんにリポ送ってちょっとだけ動画見てきました。ちょっとおすすめの動画。えらえら。じゃあ今回の問題じゃあ読み上げてください。はい、問題を読み上げます。A を正の実数とする。そっからね。 C1、C2 で囲まれる部分の面積を求めよう。3分の2。なるほど。制限時間は60分間です。あぬるいぬるい。おぬるい。1問に60分。1問60分は全然余裕ですね。余裕ですよ。ただ、はい、適当に書いてはいけません。ナスカの地上試験なので、はい、見栄えが良くないと先生に伝わらないので。確かに他の人が見ても分かるようにと。はい、でこれが今回のおナスカの棒。素晴らしい。これもうなんかそういう競技があるのかっていう言わんばかりの鉛筆やんこれ。未来の人間こんなん使ってるから。時代は進んでるのか戻っているのか分かんないですけど、まあ、とりあえずこれで回答記述していくと、はい、そうです、はい、なるほど分かりました。チーム決めましょう、はい、まあ、グッパしますか。もうとりあえずグッと分かれましょう。せーの、グッ。はい、チーム分けの結果チームナスチームナスです。チームガムかな。ガム、ガム、チームガム、チームガム、チームガムは言い方変えるとグアムにもなるってことだけど。だから、いや、グアムはだからグアムやったい。村重さん、じゃあじゃあはい、よーい、ドン。それでは、今から試験を開始したいと思います。メイクパスもおいずナスカ。それでは、試験を開始します。準備はよろしいですか。はーい、ボリー。それでは行きます。よーい、スタート。はーい、はーい。名前まず書きましょう。はい。あ、そのレベルですか、文字のサイズ。じゃこれじゃ基準でいいですか。大体これでいきましょう。はい。なぞるとか大丈夫ですか。更新は立ってるんで偉い。もうあれが重回を持つように。なるほどなるほど。もし置けば使えます。理解した。ナイス。じゃあ行きましょう。1番回答の回書いた。あざっす。で、はい、ここに書くわ。 C1 と C2 がやったり書く、はい、なるべく短くなるようにいきましょう。 OKOK、 これが あ、 あこれキッズ解放のちょっと方針。ちょうど2つの共有点を持ってる。共有点を持ってる。お前この労働この労働でお前ちょっと0時1時2時3時の4つの行動しか立てれて、分かんない文字が A とアルファとベータの3つになるんで絶対解けるんですよ。なるほど。そうなんですよ。まあ、それでやってみようか一旦。はい、すお願いします。はい、頑張れるわ俺。まだ頑張れる。自分で何書いてんだか分かんなくなってきました。じゃあ一緒に書くか。はい、とりあえずこれ読める。X2 乗を、いや、工学歴嵐。あれ一
テリーサークル。悪人にしか見えない。こうやって3次関数だから2つってことはこうなってこういう感じになるってことね。そういうことです。で、こっちが2乗の方です。2乗の方ですね。それで比較していくってことか。そういうように高等式でチェックメイトだぜ。オッケー。あ、これ押す方がええわ。これ気づいた。気づきました。気づいた。これこっちの方がいい。ほら気づいたんや。これをこの気づき大事なんですよ。スーンが今 YouTube になってくれてる感じ。日常電話やったらもう終わってるよ。もう終わってますよ。スーン、はい、係数比較。あ、今してます。あ、あそこは待って、これさ、マジで1時間で終わるわけない。1時間で絶対終わらへん。だから Xα と Xβ の2乗です。はい。で、これのが高等式だからみたいな感じ。あ、科学。なんで雨降ったんや、昨日。できました。 A と2乗が4分の3で、ここグラフより Y イコール X たす A 分の A ってことは、仲介はどっちが仲介を持つかっていうと明らかに持ちなんですよ。なんで仲介を持つ方アルファ、仲介を持つ方ベータ、仲介を持たない方ベータっておくとベータが正アルファ。うわあ！時間は待っちゃくれないよ。ああ！リス。一旦ちょっと香り付けしとこ。一旦そうっすね。あ、まあ、香りのおしゃれもちゃんとしとかなあかんから。計算しようか。どっちかが。はい、じゃあ計算します。皆さん計算はないです。計算ミス発覚しました。マジで？はい。グラフ書けば、まあグラフ書きますか。まだノエリンが審査員やから確かに分かんないよね。分からないし。ちょっと書いてきますか。ちょっと書きましょうか、はい、じゃあ。うわぁ、やったぁ、これ第二次平面に、二次平面に書いてるんで、これが本当の第二次産業なんですよ。ってことは多分、これな、こいつはこうなんです。こうなんです、ね、これはこうなってる、こうなってるはずですよ、ね、だから、これはここで、ここから氷できて、ここで接してっていうのはありえるんだよね。そうですね、絶対そうです、絶対そうや。で、ゼロの、X がゼロの時に一番の答え書きます。うわぁ、硬すぎるだろ。新しい技を思いつきました。無心戦法って言ってですね、穴を開けながら文字を書く戦法なんです。おー、よいしょ。こうね。で、ゼロを書きましょう。絶対値つく、これ。めんどくさ。絶対値なんて俺6年ぶりに聞いたぞ。もう計算しておきますか。ありがとうございます。俺は肉体労働しかできないんだ。チームメイトの足は引っ張らない。そう決めたんだ。働け働け、お前もっとやる気出せ。そんな君にはこれだ。あっ、これぐらい。これでリフレッシュだ。あ、でも普通になんかいい香りですね。これで君もモデンは間違いなし。偏差値を上げる効果はないので要注意だ。一応答え出た。うわぁ、すごい。治る。うわぁ、皆さんの回答を見ていきたいと思います。はいっす、せーので後ろに行きましょう。せーので行きましょう、はい、行きましょう、はい、せーので行きましょう、はいはい、行きましょう、せーの、ドンドン。おお、ちょっと待って。うわ、全然見えへんもん。え、俺らのやつめっちゃ見やすくない？これお前らの回答1ミリも読まれへんねんけど。グラフそこにあるから、しかも顔書いてあるし。俺らの答えは2分の
3ルート3ですよね。そうですね、あれ2分の3ルート3ってね書いてあるんですけど、で電眼さんは A は2分の3ルート3で、おお、あ、見える、でもちゃんと見えるわこれ、あのあっこに2分の3ルート3って書いてる。どうだったんでしょうか。問1は2チームとも正解でーす。イエーイ、よく解けたよなこれ、逆によく、いや、よく解いたよ。でもアルファベータと A はもう暗算で出しました。は、暗算でいけんのあれ、はい、え、暗算で出せないですか。出せないですよ。いや、俺暗算型の嫁捕まえるから大丈夫。ちなみにじゃあレンガーさんの2番の答え、2分の3ルート3ログ4引く8分の9ルート3。ギリ見える、ギリ見える。あ、ほんまや、8分の9ルート3。これ俺らの答えは見えますか。でも6、え、でもあれ8分の9ルート3って書いてない。あれ見えへん、見えへん、見えへん。なんでお前らが見えへんの。見えへん、見えないっす。お前確かに書いてる、2分の3ルート3ログ4引く8分の9ルート3。俺らと答え一緒。お、一緒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 。俺らと答え一緒。じゃあ合ってるってことで OK。 そうですね、まあ正解。イエーイ、イエーイ、正解、正解です。やった、正解です。ってことはもう2チームとも正解は正解ってことね。表現力の勝負です。じゃあ一旦ちょっと下見に行きます。行きましょう。はい、これチームナスって書いてますね。 C1 と C2 は、はで、なんか同時演技、ここまでなんか部分点、部分点いただきました。謎の部分点いただきました。で、これ積分ですね、これS イコール、マイナスルート3から S ってなんすか。そう、面積 S。 いや、それはちゃんとここに S で、グラフある。あ、 S って書いてあるんですよ、これ。 S って書いてるんで、ここに。でもこれグラフは、これまだおかしい。そうそう、こっち向きにして、いや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 、これおかしい。ここでアルファや、絶対接してるし。いや、全然アルファで、ここはマイナス X。いや、それやったら回転界に対する配慮がなさすぎて、これ全然。はい、電気目求める面積は、求める面積はインテグラルアルファからベータまでのこれ引く x2 乗 dx。 はい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 、これ逆だよ。あれ、これアルファとベータ逆で、あーあーあー、積分範囲を逆にすると逆になっちゃうよ答えが。アルファとベータの互換性考えたら、ないないないアルファベータの逆転はちょっと答えが逆になっちゃうんで、お前らにすんなよ。こんなゴミ、こんなゴミ。では発表します。優勝チームはチームガムです。まあ結論でもナスカの地上絵、結構思ったより、そう、ペルー人はマジですげえという場所だね。すごすぎる。まあ分かったということで、次は石で回答を作るという。石並べて、石並べて作るという。いや、もうやばすぎるやろ。ナスカ系 YouTuber、 ナスカ系 YouTuber、 ナスカ編は以上で終了としさせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、今回の企画中にね、まあ、僕らがシュッシュシュッシュしてたやつなんですけども、これ実はですね、タックスのフレグランスというやつでですね、かけた瞬間でもふわっと自然に香るっていうのが特徴でですね、学校とかでですね、まあ普通にやっててもそんな気にならない、周囲の人に気にならせずに自然にね、モテを演出することができるアイテムということでね。のりさん、このいい匂いの男というのはどうでしょう。いや、でも男の人がふわっていい匂いしたらついていきたくなりますよ。ああ仲間になれやすいね。知らぬ人にそれやるなよ。まあということでですね、皆さんもぜひこれつけてみてください。はいはい、はい、ということで、本日はですね、ありがとうございました。ありがとうございました。